どうも、遊び方ファクトリーチャンネルでございます。始まりました。今日はね、後ろに見えてるんですけど、ジャイアントのですね、エスケープ R3 っていうね、こちらクロスバイクになるんですが、うちでね、結構放置自転車化してまして、もう何年も乗ってない感じで、結構各パーツがねダメになってたので、このね整備動画をちょっと撮ってみたいなと思います。普段ね、今言ったように放置してるぐらいなんでね、最近全然乗れてなくて、自転車のことよく分かってるわけじゃないんですけど、まあそこはね、車とかバイクいじりの経験でなんとかなるかなというところで、いろいろね、手順が違うこともあるかもしれませんけど、まあ温かく見守っていただければいいかなと思います。最後までお付き合いください。こちらがですね、今回買えるジャイアントのですね、エスケープ R3 になります。まあ遠目でね見てもちょっと分かんないと思うんですけど、結構ね各所が傷んでて、タイヤもねもうなんかゴムが裂けてるような感じも出てるので、買えなきゃなというところですね。こんな感じでですね、パーツは用意しました。ディレイラーとですね、シフターですね、タイヤとですね、でチューブという風になってます。フロントのねタイヤからちょっと交換してみようかなと思います。まあ車種によってなんでしょうけどね、これで言うとこうかねじてしまって、こういう風に止まってるんですけど、外してね普通にネジを外す感じで回してやるとですね、反対かこうですね、反対のキャップがついてるんですけどね、これで止めたまんまこう回してやると、ここがね抜けると思うので、はい、そうすると中のこういう風にね軸が抜けるんで、反対側はこういう風にねスプリングが飛んじゃった、まあこういうセットですね。よいしょ、こんな感じで簡単にタイヤ外れます。これの空気を抜かないといけないですね。キャップを外して、中の虫ゴムみたいなやつですね、見えるかな、を回すと空気がですね、まあこの場合もう抜けちゃってるんですけどね、でこれは外しておきましょうかね。つってるかな。まずタイヤを外さないといけないですね。はい。さあではここからですね、ちょっと自転車の T シャツを着ながらですね、補足をさせてもらいたいと思うんですけど、今タイヤレバーでね、タイヤをこうひっくり返すような感じでね、外側に出していってるんですが、タイヤレバーってね本来こう複数というかね3本ぐらいあってですね、で少しずつずらして。ある程度出たらね指でいけるんですけど、ちょっとね2本折っちゃっててですね、今内張り剥がしとコインドライバーをね駆使してやってます。よし、なので本来ねもう少しスムーズにいくもんだと思ってください。まあ、この辺はね買いに行くのがめんどくさかったというところでね、使えるものを使うと。はい、今ですね、よいしょ、見づらいかもしれないですけどね、タイヤの一部がねもう外側に来たので、ホイールの外側にこんな感じですね、これホイールで半分ね外側に出てる感じですね。じゃあ残り半分きっかけを作ってですね、あとこれを外側に、このこれをですね外側にこう押し出してやって、ホイールからですねタイヤを外すというところをやってみようと思います。指でいくか劣化してるから、あ、いきそう。なんかタイヤが劣化してたんで意外と指で行きましたね。で中にあるのがですね、はい、これチューブですね、これを抜いてやるとチューブが外せますのでね、はい、でこれでホイールだけとですね、外したタイヤと外したチューブというふうに分かります。今回ですね購入したのはこちらですね、見えますかね、ビットリアのザフィーロというねタイヤになります。老舗イタリアのですねメーカーのタイヤらしいので、詳しく知らないんですけど、パナレーサーとかねああいうのちょっと買おうかなと思ったんですけど、このタイヤちょっと安かったので、でチューブはですねこちらコンチネンタルですね、まあこの後ろにありますけど、ヨーロッパ車なんかのねタイヤだと有名なコンチネンタルがチューブ出してるんで、まあ、タイヤも出してるんですけどね。でこのモデルの場合はですね、このロングバルブじゃないとちょっとね、まあつかないことはないんですけどね、空気入れるときに入れにくいというのがあるので、ロングバルブのやつが必要です。さあ先ほどのですね、マキシスっていうところのタイヤはですね、ワイヤー入り、ワイヤーが入っているので引っ掛けやすかったんですけど、今度のはですねワイヤーが特にないですのでね、
で反対にこうゆるゆるなのでね、一箇所だけ今タイヤレバーで内側に入れてますけど、このポッとね入れてあげるだけではまると。でチューブを差し込んでいくんですが、この時にね画面上奥にですね綺麗なチューブがあって、ちょっとヘナヘナのねチューブを入れていることにお気づきでしょうか。皆さん、この男はですね、あのバカなことにですね、自分で一生懸命外したチューブをねもう一度真剣な顔で入れております。はい、まだ気づいておりませんけどね、チューブも入ったので反対側のねタイヤもちょっと内側に入れてみようと思います。まあ、指でねこうやってどん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 こう押し込んでいって、最後ですねタイヤレバーで引っ掛けるというところはいいんですけどね、チューブが古いとまだ気づいておりません。はい、じゃあ一応ねタイヤとチューブ入ったんで、少しずつね空気入れてみて、まあ問題ないかね確かめてみようかなと思います。はい、この時にですねロングバルブじゃないとちょっとね入れづらいというかね、入らないことはないんですけどね。さあ今新品のチューブを手に持ってですね、横へはけた時に、はい、思考停止しておりますね。今止まっております。気づいたんでしょうか。はい、皆さんねちゃんとね空気が入ったんですけど、今すごいことをやらかしたことに気づいたんですけどね、これねちょっと、はい、今ねよいしょ、空気はちゃんと入りました、 OK なんですけど、あのねここにねさっき出したあの交換用のチューブがあってね、あの外したチューブもう一回つけちゃいましたね。ちょっと空気抜いてもう一回半分外して、ちょっとね新しいのに交換しないと。やってしまった、無駄にした時間を。熱い、よし、どう見ても新品と違うのにね、本当に。いやー参っちゃったな。よいしょ、入る入る、オッケー。というわけで完成しました。タイヤのパターンこんな感じですね。まあ、クロスって感じですよね。本当に街乗りクロスって感じのパターンですね。まあ、ツルツルだとね危ないですからね。はい、じゃあこれでリアもですねやろうかなと思います。なんかかっこいいじゃないですか、前よりね、このビットリアザフィーってね。で一応ねタイヤによって、まあ、皆さんよくご存知でしょうけどね、タイヤによって入れるね空気のこの圧っていうのが違いますんでね、こういうふうにタイヤごとに書いてますんでね。さあ取り付けはですね、こうタイヤが外れないようにしないといけないので、結構気をつけておかなきゃいけないですね。しっかりと確認をして、はい、ギュッとね力を入れて、よし。でリアの方なんですけど、今度はスプロケットがついてるのでね、そんな難しいわけじゃないんですけど、まあ、あの知恵の輪みたいにねちょっとあのスライドさせながら外すという感じですね。あと手が汚れますんでね。はい、リアですね、こういうふうにあの何ていうんですか、スプロケットが、まあ、リアのですね変えるところがついてますんで、まあ、ちょっとね 手が汚れたりとかね怪我したりっていうのを気をつけてやってもらえればいいのかなと思います。はい、ここからはですね、まあ、あのフロント まあ、タイヤ同じですからね、スプロケットは特に触りませんので、もうですねフロントをやったのでリアはスパンスパンいきますね。そして新しいタイヤを組み付けて、そこにですねチューブを通していくという感じになります。1本やるとですね、もうあの2本目はかなり速くなると思います。数年ぶりにやりましたけどね、
やっぱ1本目はちょっと時間かかっちゃいました。はい、そしてまたですね、こうチェーンを戻していくんですけど、まあ、この時手がまた汚れちゃうっていうのもあるんですけどね、怪我しないようにというのが大事なところですかね。で一回ですね、チェーンはまあ適当にというかちょっとかけた状態でしっかりですねタイヤを取り付けを先にしてしまいます。タイヤ外れないようにですねこう気をつけて止めて、でその後にですねチェーンをかけていくと、そうするとですねディレイラーもチェーンの張りもですねちゃんと元に戻るん で一応ねちょっとぐるぐるっと回してみて問題がないかを確認します。ということでね、今タイヤの前後ですね交換が終わりました。結構ね汚くなるんで、初めグローブしてたんですけどね、ちょっと簡単に破けちゃったんで、なんでしょうね、まあこんなもんか今ギア触りますんでね、軍手しても同じだと思うんですけど、軍手するとねちょっとあの布がねこの辺のギアについちゃうんで微妙ですけど、私みたいですね外したチューブをまたつけるっていうねミスはしないように皆さんも気をつけてみてください。じゃあですねちょっと後半は、まあ、前半これで終わるかと思うんですけど、後半はですねシフターとリアディレイラーですね、こちらを交換してみたいと思います。じゃあまた次の次回で、ね、次の動画でお会いしましょう。ちょっと暑くてねだいぶやられてますけど、また今度っておかしいなまたさよなら